しかも新生なるバージョンじゃなくて一番古いマッサラブルージーンズなのがいいですね。これもう本当にインディーズの一番最初の曲ですからね。一応この衣装も青いジーンズの衣装なんですね。これいいですね、ノリノリで。いいですよね、この振りもすごい楽しくなりますよね。ここからね、ここがもうライブですごい楽しいところですね。いいですね、すごいセクシーな衣装です。この時萩原舞ちゃんっていうメンバーの子はサングラスをしてましたからね、結構トレードマークでしたね。この時は今となってはもうご結婚もされてますが、いいですね、ほんまにいろんな国の方がこうやって愛してくれてるんですね、この曲を。まいみちゃんのソロパートです。波もいいですね、なんか週末の夜の気分で Tell me love all the time バタバタしててもラミ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 めちゃくちゃしたいのラミズバタバタしててもラミ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 めちゃくちゃしたいのラミズ。いいですね、決まってますね、セクシーです。おお、指揮されていいですね。やっぱこの曲はね、本当にもうイントロが流れただけでライブではもうおーってなるね、楽しい曲なんで、海外の方にも愛してもらえるのであれば私はとっても嬉しいですね。もう本当にすごい好きな曲ですね。特に神聖なるバージョンという新しくなるバージョンよりもやっぱりね、この一番最初のこのベース音がすごく楽しいバージョンのマッサラブルージーンズが私も大好きなんで、久しぶりに聴けて嬉しかったです。ありがとうございました。